さあ A ブロックじゃない A 兄弟、乗っているのは、飛んでキック同社時のチーム、高校リノボタでやらないか阿部佐藤チーム。座っているのはリノボタ対、阿部。阿部さんが座っている。さあキャラはイオリヤシロのダイモン対イオリキョクリス。さあやはり最近のトレンドはこんな感じだが、まず決めているのは、リノモト。うまく垂直長弾で受けて投げていく。また投げる。さあ、KOF は各ゲームによっては投げの外し方が大きく変わるので、なかなか把握しないとどっさには難しいですね。普段やってるゲームが反映されると思います。投げて、うまい具合に中身を引っ掛けていく。リノモトの何しろAB、 AAB だ。 AB と刻んでいって中堅対象戦へ。投げて、大きい攻めはガードをガードしてうまく逃げていく。おっと BA 投げでしたでしょうか。決まらず BA 小技でどんどん刻んでいって最後は遠心。さあ殴り空中撃破。さあ画面に映っているのは、どこだ、飛んでキックどうしたとやらないか、高校対佐藤対象戦ですね。先制しているのは高校。おーっと前が出てない。あ、おいしい。こっちも出てない。さあ大会のコンボミスはいろんな意味で自分にこうプレッシャーかかりますね。さあエンディ上からかぶって岸暴れる。先端で当てていく。暴れつぶしなんでしょうか。延々延々で
高校が、大将戦へ。坂上 P へ前へ、山本ね、しっかりしてる。これがまた減る。どうもありがとう。天使が逆転して、空瀬風です。やっぱりそう。坂上 P へ前まで行くも、コンボ決まらない。逆に佐藤が、勝利まで決めて、体力5分。ジャパン、ジャパンハバライダー。歩いたシャガミビジャンプ通しからおいボイ君にかぶっているか止め足押し込むだーが払いが決まって勝ったのは飛んでキックどうした